プリカスが12,000円お客ありがとう。ホスクラの賭けやばいけど初めてスパチャしました。今日から粗品くんが担当ですよ。よいちょやったー、良さそうな太客ついたー、ありがとう。ホスクラホストクラブですか、で賭け持ちですか、初めてスパチャしました。今日から粗品くんが担当ですよ。いちょよいちょありがとう。イエーイ、生きのエフと逆釣れたで、釣れた、すごい言葉遣いやな。これは来たね、地主ちゃんタイプ来た。あーよいちょ、いやなんやろな、その俺めっちゃ覚えるで、ふと客のこと、君のパーソナルなことをもっと教えてよ、赤文字で。やったー、よいちょよいちょ、プリカスにええとこ見せな。ああこれはなんかほんまちょっと頑張りどころやな。俺がどんな男かちょっと見せたら、やっぱ強い男好きやろ。移動しろ。これはね、このあの太客が常連になるかどうかの今ね、すごいタイミングなんですよ。めちゃくちゃ大事なんですよ。じゃあプリカス30数えてくれな、30秒以内にこのバウンティー倒します。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、プリカスー収容所へようこそ。生き残れば。俺はこういう人間だ。プリカスが、プリカスが12,000円持ってくる、ありがとう。金脈花火つけてやってほしいです。今度入金します。よいちょ。ほんまか？なあ。いや、今までなかったよ。そんな頼み事してくるやつ。いやいや、ホスクラすぎへん。え？売りかけ？っていうの？いや、いやまあ、いやほんまはね、うちの配信何 ?1 万円以上送ってくれる人のこと、太客って呼んで、手厚くコメント返す。プラス、5万円一気にくれた人は、金脈って言って、金脈花火っての打ち上げてんの。FPS では致命的な爆弾を真上に上げて、まあ花火みたいにバーンって綺麗にする。でそれで自分の位置もバレるからね、敵にレーダー映るからマップに、うん、悪いことしかないし自分もダメージ食らうし、ええこと一個もないけど風物詩になってるんですよ。まあ夏休みやし、いやそのつけ金脈花火、まあでも太客は嘘つかんもんな。これ春日ね、僕が今度あの金脈するんで今しといてくださいっていうのはちょっと信用なのよ、さすがに。ただプリカスが生きてたこのホストの世界では当たり前ってことか、ツケが。じゃあそれを俺が渋ってまうと、あの俺のとこに流れてこうへんってわけやもんな。さすがに金脈実績ないとあかんのちゃう。いや厳しいカスもおるな。